では君はこの二人を前線から退けて名を余りある兵力は持っているのかな。いえ、おりません。では体罰はやめるように。昼飯を抜きということではどうかな。いい上官は無知だけではなく頭も使わんとな。はっ、始まりました。ところでこれは何を作っているのかな。これでありますか。塹壕ですか。なぜここに塹壕。ここに米軍が上陸すると想定されているからであります。これはやめさせましょう。はっ、閣下ですが。それともう一点、兵隊には十分な休息を取らせるように。見たまえ彼ら、まるで月から来たみたいだな。現在使える航空兵力はどのくらい残っている。戦闘機41機、爆撃機13機であります。それだか。サイパンの艦隊を援護するため先日66機出撃いたしました。やはり連合艦隊が頼みだな。これは。はい、陸軍が来されていませんね。どこに。よく存じ上げないのであります。なんせ陸軍は私大佐が独自に指揮しておりますので。陸軍とは連携を取っていないのか。海軍の軍機では敵上陸まで。これは本物の戦なんですよ。分かってますよね。これじゃダメだな。全兵力を海岸線に展開している。武器弾薬は後方に下げましょう。お言葉ですが閣下、先日海岸に下ろしたばかりですが。だから戻せばいい。速やかに陸軍と連携を取りなさい。まずすり鉢山の防御が第一です。頑張れ。藤田。はっ。なぜこんなところに戦車が。現在使用不能であります。ただいま部品の到着を待っているとのことです。いつか。一月ほどです。自動車がたくさんあります。道を横切るにはお父さんは何度も何度も注意せねばならない。車がたくさん行き交いしているからだよ。太郎、お母さんの言いつけをちゃんと聞いていい子にしていますか。お父さんは寂しいです。藤田、島民は速やかに本土に戻すことにしましょう。はっ。かしこまりました。大きく作戦を変更します。元山、東山、そしてすり鉢山一帯にかけて洞窟を掘り、地下要塞を構築する。地下に潜って徹底抗戦だ。海岸線の守備隊はどうされますか。いらんだろうな。ですが閣下、水際の塹壕第一の防衛線です。海岸での陣地なしでは勝てる戦も勝てません。林君、米国が1年間に生産する自動車の台数をご存知か。500万台だよ。彼らの軍事力と技術力を過小評価してはいかん。米軍は確実に海岸を突破してくる。兵をそこで無駄に失っては勝ち目はない。兵隊が死ぬのを致し方ありません。ですが島の防衛で海岸を放棄するなど聞いたことがない。閣下、今から洞窟を掘るなど無駄に時間を費やすだけです。できる限りおびき寄せ、それは海から挟み撃ちにするべきです。私もその意見に賛成です。合理的だ。大杉君、海軍は知っているんですよね。あ、マリアの沖で連合艦隊は壊滅した。もはやこの島は孤立したも同然だ。さらに今朝大本営から新たな命令が下された。残っている戦闘機は全て東京に戻し、本土の防衛に就かせるように。そんな無茶な。どうしろっちゅんじゃ。議論の余地はありませんね。戻った方が良さそうだ。